大事な選択、判断、決定を行うときには、ぜひもう一人の自分を使ってメタ認知のスイッチを入れるようにしたいものです。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、ラナシケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の議題はまさに誰にでもあり得ることです。もちろん僕にも、そして今動画を見てくれている視聴者様、誰にだって起こることです。些細なことだったらいいのですが、僕の相談者さんの中には本日僕が話すことが原因で自ら命を絶たれた男性までおります。マジ話です。今台本の冒頭ですので、もし話せる隙間があればその男性の話も盛り込みましょう。本日の議題は簡単なミス、失敗、またはヒューマンエラーについてです。質問フォームにメッセージをいただきましたので、質問読みから返答するという最もシンプルな動画構成で今日は行きましょう。小さな僕らの失敗は人生を揺るがす亀裂になることもございます。不安症法ではなく実際にあるので、ぜひ全ての解説を聞いてほしいので、本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法は、ケンケン TV 公式サイト、気づこう会。感想学を学びたい人は、感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は、生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。さて、まずはコメント読みしましょうかね。TT2 さん、男性の方です。仕事でミスをして大問題に発展してしまいました。これといって難しいものではなく、過去に何度もやっていた業務だったのにミスをしてしまって、もしこの先もまた同じようなことになったらと思うと不安でたまりません。今の仕事から逃げてしまいたくなるほど心配なんです。一番怖いのは、どうしてあんな簡単なことでミスしてしまったのかが未だにわからないことです。ミスの原因が自分なりに納得できれば、なんとか前に進める気がしているのですが、先生から何かアドバイスをいただけると助かります。という内容でございました。TT2 さん、ありがとうございます。とても真面目な方ですね。文章から人となりが伝わってきます。しかし、お気持ちはわかります。僕もそういうミスありますからね。でも TT2 さんの言われるように、ミスしないに越したことはありませんから、僕なりに回答させていただきますね。本日の項目です。項目1、ミス、失敗、ヒューマンエラーとは。項目2、ジェイコム、ハブ、大量誤発注事件。項目3、簡単な失敗を起こして偉い目にあった有名人たち。項目4、リスクを過小評価する人間の認知的なバイアスの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、ミス、失敗、ヒューマンエラーとはです。まあいつものように軽めにこの辺りから説明していきましょう。ウィキペディアには、ヒューマンエラーとは人為的過誤や失敗、ミスのこと、 JIS では意図しない結果を生じる人間の行為と規定すると書いてありました。ジェームズ・リーズン氏は、ヒューマンエラーを計画された一連の精神的または身体的活動が意図した結果に至らなかったものであり、これらの失敗には他の偶発的事象の介在が原因となるものを除くと定義しています。ヒューマンエラーとは、人間と機械やシステムとの関係の中で、機械側ではなく人間側のエラーをクローズアップしたものであります。直接的には、設備、機械の操作や乗り物の操縦において不本意な結果、事故や災害などを生み出しうる行為や不本意な結果を防ぐことに失敗することです。その場合は人災と呼ばれることもあります。安全工学や人間工学においては、事故原因となる作業員や操縦者の故意過失を指しています。最近では、直接の操作者、操縦者はもちろんのこと、チーム全体、そして管理職の意識も含めて、ヒューマンエラー防止の対象と考えるようになってきました。なお、機械設計者、製作者の過誤、ミスは通常ヒューマンエラーに含みませんが、これらもヒューマンエラーを引き起こす原因にはなり得ます。ヒューマンエラーは様々な職種において、経験を重ねたベテランやルーチンワークでも起こり得ることであり、経験で学んだことにより、スムーズに業務を全うするために、業務に支障をきたさない範囲での基本的な確認、操作を省略し、積み重ねてきたことにより、問題ないという自己確信、思い込みが生じます。そのような状態下で確認、操作を怠ったまま業務を進行させますと、非常時に結びついた場合、重大な問題、被害に発展する可能性が出てきます。野球では、守備側のヒューマンエラーによって出塁できた場合は、ヒット、安打ではなくエラー、失策として記録されます。失敗する可能性のあるものは常に失敗するという文章がございます。これは皆さん覚えているかわかりませんが、90年代に大流行したマーフィーの法則に書かれていたもののうちの一つの法則です。その後、認知科学研究はスピードアップし、人間はそもそも間違いを犯すように生まれついていることを明らかにしつつあります。
長年の研究から分かった知見によると、人間はもともと失敗するように生まれてきたため、常に失敗する可能性から逃れることができないそうです。そんな私たちにとって必要なのは、行為の失敗、ヒューマンエラーを単なる悪とせず、そこから学び、エラー発生のメカニズムを知識として持っておくことになるでしょう。と、ここまでは分かっていただけましたでしょうか。実際に例を挙げた方が理解しやすいですよね。ということで次の項目です。項目2、ジェイコム株大量誤発注事件です。では、どのような時どうやって人は失敗するのか、過去事例をもとに考えてみましょう。2005年12月8日、バブル崩壊のダメージから回復傾向が見え始めていたタイミングだったんですが、歴史に深く刻まれることになった証券取引事故が起こりました。それが有名なジェイコム株大量誤発注事件こと、ジェイコムショックです。覚えている視聴者様もそこそこおられるでしょう。事件の発端は数字の入力ミスでした。もう忘れてしまっている方も多いと思いますので、ざっと事件を振り返っていきましょう。その日、株式を公開した上場初日のジェイコム株式会社は、61万円の公開価格で売り出しがスタートしました。当初より買い気配で始まり、90万円前後で寄り付く気配があったといいます。午前9時に取引開始です。9時25分頃、みずほ証券は顧客の投資家からジェイコム株を1株だけ売るという依頼を受けて、コンピューターに注文を出しました。その時、担当者は1株あたり61万円で1株だけ売ると入力するはずでしたが、キー入力を誤って1株あたり1円で61万株を売ると入力してしまいました。どちらの条件でも販売する金額は61万円になりますから、合計金額だけ見ていると入力ミスに気づきにくく、またジェイコム株の上場初日であったために、初値がつくまで値幅の制限がなく、いくらでも1円でも売りに出せる状態にあったようです。最終的にみずほ証券の損害は400億円以上になったこの事件は、人為的ミス、数字の誤入力で起こっています。担当者が61万円を1株とすべきところを、1円で61万株と誤入力したこと、時間的にもほんのわずかなものだったのではないでしょうか。証券会社の従業員のデータ入力ミスによって、東証みずほ証券、ひいては株式市場そのものの信用を失落させるような不祥事を招いてしまったのです。事件後の調査によって、システムそのものに一部不具合があったとも報じられていますが、事の発端は入力ミスだということに変わりはありません。なぜ本来ならば高い安全性を持っているはずの証券取引システムで事故が防げなかったのでしょうか。当時の証券取引システムには、入力した数字がすぐに反映されないように数段階の安全装置が組み込まれていました。例えば、販売価格や株数を入力した後で、それで良いですかとか、確認ボタンを押して次に進んでくださいであるとか、本当にいいですかなど、入力する側からすると煩わしいと感じるほど、何段階にもわたる確認がなされるようなものだったといいます。販売価格が安すぎたり、取引量、株数や総金額が大きすぎるなど、一定の範囲を超える異常な注文が入力されると、画面には注意を促す警告表示が出され、それをクリアしないことには次の段階に進めない仕様になっていたのです。が、しかし担当者は何度も表示された確認や警告を無視してしまいました。モニターには警告表示が出ていたのに、いつものことだと判断し、スルーしていたのです。それまでの経験上、特に問題のない取引でも、そういった警告がたまに表示されることがあったため、担当者は入力した数字を見直さなかったようです。最終的に誤ったデータが証券システムに反映され、結果的に400億円を超える損害を会社に与えるという大事件になってしまいました。マジで恐ろしいミスです。400万円でも会社に損害を与えたら怒られるのに、桁が違いますからね。戦国時代なら打ち首になっていたのかもしれません。それでは次の項目です。項目3、簡単な失敗を起こして偉い目にあった有名人たちです。ジェイコムの話も有名ですが、僕らが知っている人間の方がより感覚がつかみやすいかもしれません。小さなミスや失敗を起こして、その後偉い目にあった有名人をこの項目では紹介しましょう。俳優でいうと小出圭介さんでしょう。2017年6月8日、写真週刊誌フライデーで17歳の女子高校生との飲酒及び肉体関係を持ったと報じられました。小出さんが報道の内容を認めたことから、所属事務所アミューズはこれを受けて小出さんの無期限活動休止を発表し、報道後各メディアは小出の出演作品の対応に追われました。相手の女性側とは同年6月10日に示談が成立したことを発表していますが、同年9月13日、大阪府青少年保護育成条例違反の疑いにより書類送検されました。ハニートラップだの何だの言われていますが、結局未成年者に手を出すという失敗を犯したのは本人の意思によるものです。他には国民的アイドルでいうと、元 SMAP の草薙剛さんの泥酔して全裸事件、元 TOKIO の山口メンバーなども決して偶発的な事故ではなく、本人らの失敗エラーによるものです。僕らの世代ジャニーズになりますと、元光源氏の諸星和美さんも、もともとはテレビで給料は手取り15万円という失言をしたことで干されたと噂されています。その失言系で言うならば、えなりかずきさんの韓国批判の発言、高田久美さんの用水が腐る発言など、言葉での失敗失態でその後の人生を大きく狂わせた芸能人も多くいます。
このように芸能人や有名人も数多くミスを起こしています。本人らは何のつもりもない普段の一環と考えての行動かもしれませんが、世間はそうは思ってくれません。現在昔に比べるとコンプライアンスが厳しくなり、簡単に動画や画像が撮影できるようになっているので、芸能界のような世界ではよりヒューマンエラーが目立ってしまう状況になっているので、さらに注意が必要です。ちょっと余談になってしまうのですが、僕の仲良しの芸人さんも、今の芸人はひたすら真面目に生きるしかない、どこにカメラがあるかわからない、貧困法制を求められているので一般人よりも全然きつい、もし生まれ変わっても絶対に芸人はやらないとおっしゃっていたのが印象的でした。それでは次の項目です。項目4、リスクを過小評価する人間の認知的なバイアスです。項目2と項目3の事件経緯や有名人を見てみますと、どうしてみんながこうも単純なミスを犯してしまったのか理解に苦しみます。ですがヒューマンエラーの研究者によれば、エラーを起こすのは人間の基本特性であり、もともと人間は正しい決定や行為ができているわけではないという認識を持つ必要があると言われています。人間の行為のうち、傍から見た時に期待された範囲を逸脱した場合、エラーと言っているに過ぎず、人間の行為のプロセスとしてはどれも同じであり、失敗とエラーはその後の結果論に過ぎないというのです。行動経済学や心理学的な研究によって明らかになったのは、人間にはリスクを過小に評価してしまう傾向があり、異常で危険な状況なのに実際よりも正常で安全だと思ってしまうということです。そのためリスクを回避し、安全を確保するための行動、見直しや再確認、最終チェックなどを省いて無視してしまい、エラー確率をどうしてもゼロにできません。そうした傾向を生む人間には次のような認知バイアスがあるといいます。1、正常性バイアス。異常な兆候があっても正常なものと見てしまう傾向です。2、楽観性バイアス。自分自身には悪いことは起きないと考える傾向です。3、ベテランバイアス。経験豊富であることから逆に生じやすいバイアスです。4、バージンバイアス。経験がないリスクに対して合理的な判断ができないバイアスです。そして失敗を避けるために最も気をつけたいバイアスが後知恵です。エラーの研究において特に重要視されるもので、ハインドサイトバイアス、日本語で言うと後知恵バイアスと呼ばれていまして、エラーを防止しつつ、かつ同じ失敗をまた繰り返さないための重要な鍵とされています。日常会話でもそれは後知恵だなどと言って、結末が分かった後でまるで最初から結果が分かっていたかのように振る舞う人に突っ込んだりしますね。一旦結末を知ってしまった人はその時点で過去の出来事を歪める力から逃れられません。多くの人が全て終わった後で予想通りだった、そんなことを最初から分かっていたよと言ってしまった経験があるのではないでしょうか。後知恵バイアスはあまりにも強力で、また水面下で作用するため、いかに経験と知識がある専門家であってもバイアスを無効にできないと言います。そして過去を歪めて見せるこのバイアスを正しく認識していなければ、私たち人間は決して失敗から学べず、過去に起きたことを本当の意味で理解することができないのです。ハインドサイト、後知恵バイアスは、結果の知識が過去に対する私たちの知覚を支配しているにもかかわらず、その支配に私たちはほとんど気づけず、歪んだ過去を見てしまうという、ある意味とても恐ろしいものです。自分は物事をよく分かっていて、正しい現実を見ているのだと騙されないよう、ハインドサイトバイアス、後知恵バイアスには十分な警戒が必要です。繰り返しますが、人間は失敗をするようにできています。全ての認知的バイアスから逃れられる人はいないからです。それでもささやかながら打てる対策はあります。心理学用語で言うメタ認知です。メタ認知は客観的な自己、もう一人の自分などと形容されるように、現在進行中の自分の思考や行動そのものを対象化して認識することにより、自分自身の認知行動を把握することができる能力です。メタ認知のメタとは工事のという意味です。いつもの自分よりも高い視点を持つもう一人の自分を作っておけたら、自分が持っている弱点や欠点、様々なバイアスに気づく可能性が生まれてきます。自分自身の能力を過剰評価してしまうというバイアス、ダニング・クルーガー効果を発見したダニングは、メタ認知の重要性に触れながら、自分は間違っていないかをしばしば自問することを勧めています。大事な選択、判断、決定を行うときには、ぜひもう一人の自分を使ってメタ認知のスイッチを入れるようにしたいものです。ということで、本日は失敗やエラーをなくせるようにするにはを解説しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づこう会にて、詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ、高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル、占い師ケンケン TV で、トラストリテラシーを高めて、一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。